はい、どうもジンです。日本からお久しぶり、やっほー。10日ぐらい前にも帰国してるんですけど、アメリカ編の動画がまだ続いてると思うのと、あと、4本ぐらいかな、アメリカ動画あるんで、まあ、その合間に、この日本からの動画も、現在進行形の動画も、出していきたいなと、思います。っていうのも大会までですね、今日が実はもう6月1日でして、残り大会まで31日、1ヶ月ぐらいなんですよね。いよいよ大会へのカウントダウンも始まってまして、はい。で、日本帰国してからね、ミロシからのスーパー鬼ハードな、トレーニングメニューと有酸素メニューと食事メニュー、こなして2週間近く経つんですけど、結構絞ってます、はい。で、今回のね、ちょっとアメリカ行っての感想とか、収穫とか、また学んだことと、大会残り31日なんで、それに対する、まあ、意気込みというか、少し話したいなと思います。今回のアメリカなんですけど、まあ、行く前にもね、動画にしたんですけど、まあ、目的としては、もちろん、トレーニングでしっかり体を作るっていうのもそうなんですけど、メンタル的な部分の、しっかり整えるっていうのが、結構一番、自分の中で課題にしてて、やっぱ人間って怠惰な生き物だから、明日でいいやとか今日はねいいやみたいな、やっぱね、気持ちってやっぱみんなあると思うし、やっぱ そこのね、なんかもう絶対に勝つんだみたいなメンタルのこの切り替えというかね、それがね、やっぱついてきた時っていうのはトレーニングもそうだし、日々の食事もそうだし、コンディションもね、それに伴って上がってきたりするんだけど、それを今回はアメリカに行って強制的にそういう環境で自分のメンタルを持ってきたような感じですね。実際にそのね、フィジークで3回勝ってるブランドンだったりとか、他のビルダーのね、リーガンだったりとか、ジェイ・カトラだったりとか、あとクラシックフィジークのクリス・バムステッド、ね、まあ、そういった人たちに普通にこう会って話せて、ブランドンに関してはね、僕のことを覚えててくれてて、チャンピオンとしてのあり方というか、マインドセットとか、まあ、そういった話とかもね、しっかり生で聞けて、なんかすごいあそこでなんか自分の中ですごいカチッとハマったというか、俺はこのオリンピアに来たくて筋トレ、ね、フィジークが始めて、最初ゼーレミに憧れて、絶対出るんだオリンピアいつかみたいな感じで、ね、プロになるんだみたいな気持ち、なんかそのハングリー精神というか、筋トレ始めた頃の楽しさというかね、なんかそういうのがまた、ベガスにしばらくいたことによってすごい思い出させられて、本当、今回マジで行ってよかったなと思います。もちろんね、トレーニングは動画で見てる通り死ぬほど辛いです、はい、死ぬほど辛い毎日。ミロスのトレーニングこれから始まるっていうなんか緊張感とかすごい、毎日ドキドキしてました、はい。で、食事もね、起きたら必ず、卵白食べて、米の量何グラムでみたいな、で朝、空腹で有酸素やってみたいな、大会のコンディションを作るためのルーティンみたいなのもね、ミロスにこう、指示されながら、ミロスのところに泊まり込みで、いろいろ学べたんで、なんかそれもすごい良、かったです、はい。アメリカではね、トレーニングとそのメンタル的なところと、すごい選手いっぱいあって、気持ちがすごい整ってやってやるっていう気持ちで日本帰ってきて、大会のコンディションにね、しっかりコンディションを持っていかなきゃいけなかったんで、この2週間ぐらいか、ミロスからね、来てる指示書っていうのが、まあ、食事の内容とかね、有酸素何回何分やるとかっていうのが来るんですけど、それが結構ね、シビアな内容というか糖質で言うと本当に週に、1000グラム以下ぐらいしか取れないんで、まあ、1日ならすと140ぐらいになるのか、まあ、それがね、この日は、胸トレーニングだからじゃあ100グラムとか、この日は背中で運動量多いからじゃあ250グラム、その代わり他の日はじゃあ50グラムとかみたいな感じで、週のトータルでまあ1000ぐらいのイメージなんで、先週今週このアメリカ帰ってきてから2週間で結構、がっつり仕上げに行くような、内容で、その中で有酸素もね、朝と夜2回やって、でトレーニングも収録でやるみたいな内容で、この2週間がっつり浮かんで、で顔を見てもらったら分かる通り、まあ、アメリカの時はね、割と、まあ、トレーニングもハードだったってのあるし、カーブを取ったりとか、まだ8週ぐらい前だったんで、
そんなにカツカツじゃなかったですけど、今も、1ヶ月前なんで結構カツカツで一気に、頑張ってます。で、今週それを乗り切るとコンディション見てるだと思うけどね、まあ、ミロスがそれでコンディションいいなってなれば、来週の日曜かチートミールみたいな、もしそれで良くなったらチートミールだみたいなの書いてたんで、まあ、今はそれを楽しみに頑張ってなんとかやってます。はい、帰ってきてからの流れが今そんな感じで、大会まで残り31日が今この現在進行形です。はい、でコンディションはですね、この2週間で結構体重も、がっつり落として、追い込んでやってて、で去年の仕上がりは93キロぐらいだったんですけど、今日の朝で、93.4 とか5とかで、朝空腹有酸素で汗ダクダクかいた後なんで、まあ、実質は94とか、4点何本とかぐらいだと思うんですけど、なんでまあ体重自体も割と、去年の仕上がりに近い体重になってきて、まあ、ただ今年はねそこからもうちょっとね、1段階完成度上げるって意味で、もう 1,2 キロ落とす予定で、今やってます。はい、去年の絞りすごい良かった、止められるし去年の良かったところっていっぱいあると思うんだけど、それをねやっぱさらに上に行くためにはね、去年と同じことやってじゃあ去年と同じ結果にしかならないんで、まあ、それを今回はね、ミロシュのコーチついてもらって初めての、ミロシュとの、大会に向けた調整なんで、まあ、今までとちょっと違う、食事だったり、トレーニング内容だったり有酸素だったりとか違うアプローチを結構あるんで、まあ、少し不安になったりすることもあるし、仕上がるのかなとかってなんか不安になることもあるんですけど、まあ、そこはしっかり、コーチ信じて、今回台湾7月2日に、挑んでいきたいなと思います。はい、毎年同じことやってたらやっぱそれより上にはいけないからね、何かをやっぱ変えなきゃいけない。でまあ僕的に一番今変えてるっていうのが、有酸素運動で、今まではトレーニングやってその後にね、有酸素やってみたいなこととか多かったんですけど、まあ、朝の有酸素が正直で言うと僕すげえ嫌いで、本当嫌いで、今までの競技人生で朝有酸素なんて片手数えるぐらいしかやったことないと思うんだけど、でも今回に関しては、ね、いつもとやっちゃうことをやっていかなきゃなってことで、朝起きてまず空腹の状態で有酸素をしないと、その後ご飯が食えないっていう状態なんで、はい、まあ、そういった細かいコツとかを、変えて自分が嫌だったことに、立ち向かって挑戦して、今までと違う結果をね得るために、違う行動を、一個一個、やるようにしていってます。はい、まあ、ちっちゃなことなんですけどこれの、まあ、やっぱ積み重ね、それが、結果となってね、大きく現れると思うんで、変化として自分も今回の台湾プロどんな体で、出てどういう評価を受けるのかっていうのは正直未知なんで、まあ、調子こいたことはね、言えないんですけどまあ今できる、最大限のことを、極限まで自分の中でやりきって、でブランドンが言ってた通りね、後悔なく、はい、やりきったと、ね、その結果がね、調整がね初めてうまくいかなかったとかなったとしても、まあ、自分の中で後悔なくここまでやりきったから、ね、目標体重前回の2キロ落としてここまでやりきったっていうのがね、しっかりできればしっかり次につながると思うんで、気持ち楽にしたあれだけど挑んでいきたいなと、思います。はい、でちょっと長くなったんですけど残り31日、ね、しんどくはなってきたんですけど、しんどい中でも楽しんで、頑張っていきたいなと思います。なので、日本の、これからの大会までのカウントダウン動画、日々のね、Vlog みたいにちょっと上げてきますんで、引き続き、ご視聴応援の方よろしくお願いします。それじゃあ長くなったんですけど、バイ。